函館競馬場第5レースメイクデビュー函館2歳新馬芝コース1 2 0 0ル5頭によるデビュー戦です芝がややおもダートは不良から先ほど主に変わったばかりの函館競馬場迎える一戦は芝ですさあ5頭がゲートの中スタートしましたばらっとしたスタート5番フレデリックは後方です 他の遠投は一段。まずは三番桜姫出て行って一馬身リード。差を詰めていく一番陣長下が二番手、三番手4番、四番手エースロンドンです。先段三頭。あとは五六馬身離れて単独四番手、二番願いを叶えて。さらには七馬身八馬身後方五番のフレデリックは一番後ろです。前の三頭。そして後ろにとはばらけて三コーナーカーブに向かっていきます。三頭広がった左右打ち三番桜姫ペースを握って。 前半 600m は34秒9の通過34コーナー中間2番手は1番、陣長下3番手、4番、たやすロンドン先段3頭固まったまま4コーナーへと向かっていきます残り 400m4 番手、2番願いを叶えて離れて最高峰に5番のフレデリックさあ第4コーナーを回って直線に向いています今度は先頭変わって4番、たやすロンドン抜けるかリードは体半分内は1番、陣長下2番手3番手は 外から2番願いを叶えて3番手から2番手を伺っている3番、桜姫4番手になった先頭、4番、たやすロンドン2馬身リードサウスメル2番願いを叶えて前に迫っていくが4番のたやすロンドンデビュー勝ち、ゴール2着は2番願いを叶えて3着1番、陣地げですそして3番の桜姫最高峰2個番フレデリックの順番ですデビュー勝ちは4番、たやすロンドン人気に応えています上海ボブイの3区 安城は単内ユージクシ四レースについて連勝です。二番願いを叶えてが、離れた四番手から。ゴール前は伸びての二着、三着は一番陣常げ。逃げた三番桜姫が四番手です。タイムは一分十二秒一、上がりタイムゴールまでの八百メートルは四十八秒五。六百メートルは三十七秒一。四番タエスロンドンが一着。 2着2番の願いを叶えて、3着1番陣長下、4着3番の桜姫、5着は5番のフレデリックの順番です。函館第5レース確定までお待ちください。